青番周回3コーナーから4コーナーに向かいます。前を選択した1番車の山本、後ろから動いたのが3番の大阪が上がってまいりまして、青番の4コーナーからホームストレッチ確認した1番車の山本がどうするか。さあ残り2周というところでペースが上がりました。3番の大阪がここはまず前を抑えます。叩かれた1番車の山本が現在は4番手、前後夫人入れ替わりました。さあ3番の大阪が後ろから抑えてかける流れ、1番車の山本が現在は4番手、どのタイミングから仕掛けてまいりますか。鐘の2センターから4コーナー、3番の大阪がこのまま前からかける流れとなりました。追走が開い、3番手が7番車の樋口です。そして4番手1番車の山本隼人。さあ残り1周を切って2コーナーからバックストレッチ、飛ばす3番の大阪、1番車の山本はいけないか。さあ一本棒で最終バックを通過いたしました。軽快に飛ばして3番車の大阪、そして4番手からまくっていく。さあ1番車の山本がやってまいりまして4コーナーを待ってくる。先頭は3番の大阪、外から一気に5番の西谷が突っ込んだか。